皆様、こんにちは。6月18日、午後3時半を回ったところでございます。いつもよりは早い時間でございますが、今晩の相場展望、こちらの方、チャート分析編をお届けをしたいと思います。朝方考えました売買方針でございますが、ドル円に関しては今日は売りで、100等円の4号でイメージをいたしましたが、329がちょうど朝9時ぐらいの高値でございまして、全く404号ゾーンまで上がらずで、先ほど110円が一瞬割れたといったところでございました。まあ、一回これが割れて、まあ、戻りがあったとしても、それまで1号20が重たくて崩れた相場なので、まあ、少なくとも2025は重たいんだろうなという気はしております。まあ、オーバーナイトでやるのであれば、やはり100等円の、25ですね、売りで。まあ、20でその出し売りしてもいいかもしれませんが、差し値は25で、イメージをする。ストップは100等円の55で、買い戻しは109円の、85でイメージをしてみたいというふうに思います。ただし、今日所用がございましてですね、この早い時間帯に収録もしておりますが、ちょっと相場が見れないので、今日は差し値は一切いたしません。よろしくお願いしたいと思います。次です。次はユーロドルです。ユーロドルも、朝方戻り売りで1.1945のイメージを作りましたが、1.1925までしか上がらず、そこから1.19割れまで、下落をしております。全体的にやはり上値がだいぶ重たいなという気はするんですけど、もし売るのであれば1.19、45よりは少し下げて1.1935で売りを。1.19の6号でストップを。買い戻しは1.18台。先ほど9号までやりましたが、1.1885でイメージをしてみたいです。ドル円、ユーロドルともに売りでございまして、方針はユーロ円はやはり売りになろうかと思います。ユーロ円はですね、戻りが131円の429まで。今日131円の70ぐらいでイメージしたので、全然届きませんでした。429やって1回24台まで下げて、もう1回415やって、40台2回やって潰れて、5分足等で見ると非常に綺麗なダブルトップを打って、ネックラインの131円の245を割れて、一気に売りが強まって130円の91まで下落と、131円が割れております。これも戻り131円のネックラインでありました25はもう当然重たいだろうというふうに考えます。20乗りで131円の朝方5届かなかった50でストップを。買い戻しは130円台。こちらの方ちょっとサポートがはっきり分かりませんので、ちょっと日足を見てみたいと思います。130円の努力目標的な下がればいいなというぐらいなんですけど、130円の70で、ショートの買い戻しを考えてみたい、そんなふうに思います。次はポンド円です。ポンド円も、今日はですね、戻り売りで154円台、1号とかを考えましたが、153の775が天井で、一気に153円も割れて、下落をするなど、非常に売りが強くなっております。これで152円台、ここから戻ってもですね、153円台、やっぱり重たそうですね。153円ちょうどで売りを。ストップ153円の30で、利食いを152円台。ミドル近辺だと思うんですけどね。ミドルちょっと割れることを想定をして、じゃあ152円の30で利食いをイメージしてみたいです。ミドルは一回割れる方向で考えてもいいんじゃないでしょうか。ポンドドルです。ポンドドルに関しましても、上値が非常に重たく、今安値更新中という形でございまして、非常に1.4が重たくなって、今1.39台も重たくなってといった形で、今1.38の80割れといったところまで下落をしております。戻り売り1.39台の前半ぐらいなのかなと思うんですけど、
まあ、なんかね、ぴったりとしたそのイメージ的なこうレジスタンスラインがあんまりはっきり見えないんですけど、1.39の、1号で売りを、1.39の、5丸でストップを。あ、でも1.394号でもいいですかね。これ443ですもんね、こっちは421で。まあ、1.394号でストップを。1.391号もし売れましたら、こちらの方は4時間足、あ、4時間足でも見えない。日足ですね。1.38の、やはり前半になると思うので、1.38の50で、利食いを考えてみたいです。次は、OG 円です。OG 円も朝方83の70の売りを考えましたが、83の40に届かずといったところで、今、82円台まで大きく下落をしてきております。今、この、日足のこれ見ていただくと、現状レートなんですけどね、82円の90台の前半なんですけど、これだけ日足の下値をこう止めてるようなポイント、ここは上髭が止まってます。今、生きてる抵抗線のところなんですけど、これが割れてきてますので、もう一段下かなというイメージになります。したがって、戻り売りを、例えば83円台の前半に置くような感じだと思うんですけど、83の3号で売りを、83の70でストップ。82円台、こちらの方は、82円の、やっぱりここのポイントですよね。82円の、そうですね、50、もう一段下がって、40でしょうかね。をイメージしてみたいです。対ドルです。OG ドルも非常に上値が重たい、展開となりまして、時間足見ても、やはりこの0.75の、70あたり、ここやっぱり売りで攻めて、76ちょうどでストップを、0.75台、まあ、昨日の安値75105っていうのありますが、まあ、このあたり、0.75のやはり1号で考えてみたいと思います。はい、それではニュージーエンです。ニュージーエンも他のクロスと同様に非常に上値が重たい展開です。戻り売りの方向性で考えて、まあ、戻りはですね、77円のこの10近辺、戻りを売りをイメージしてみたいと思います。77の40、このですね、直近高値を超えてくるようであれば損切りを。買い戻しは76のミドル割れのところ、76円の3号でイメージをいたしました。ちょうどこの辺りですね。まあ、非常にクロス上値が重たいんで、やはりレベル間で買うのではなくて、一回戻り売りで、入ってみたいと、そういうイメージを持っております。ニュージードルです。ニュージードルも非常に上値が重たく、方向的には、0.70台の前半を戻り売りかなという気がしております。0.70の、1号で売りを、ストップ0.70の4号で、買い戻しは0.69台。ですね、ミドルを割れたあたり、このあたりになるでしょうかね。0.6945で、ショートの買い戻しをイメージしてみたいです。今晩、これだけですね、上値が重たく、ドル円、クロス円ともに下をトライをしております。109円の85ぐらいで一回止まりそうな気がしておりますので、私、今日はドル円に関しては、
当円の2号の売りで、利食い109の8号で入れておりますが、これが9の80とかが割れて潰れていくようですと、ちょっとやっぱり深く下がる可能性はあります。FOMC に向けて、またショートをやめて、要はロングを構築している人間がやっぱり多かったということなんだと思うんですけど、結果的には100当円の80台、伸びきれずに、111円台乗せきれずに、投げが出て、今落ちてきている相場で、戻れば、さらに、ロングの切りそびれた当然球も出てくるでしょうし、あとは、ロングではないノーポジの投機筋もやはり戻りがあれば売ってくるようなイメージで見ております。まあ、今晩どこまで下がるか、この辺を注目をしていきたいと思いますが、冒頭でお話をしましたように、ちょっと本日主要で、もう少し経ったら出なければいけません。従いまして、今日は、指し値は一切せずに、ちょっと相場も見れなくなると思うので、指し値はしない形にしてみたいというふうに思います。これで、朝方の、相場の方もですね、全部一旦外して、おきます。従いまして、指し値は一切ございません。で、あとは、今日のスキャルはドル円で午前中11.3銭取っただけという、まあ、非常に、お寒い状況ではございますが、こういった日も、まあ、仕方がないなというふうに思います。また今晩何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。また月曜日にはですね、私の方もまた心機一転頑張りたいというふうに思いますので、よろしくどうぞお願い申し上げます。それでは皆様、良い週末をお過ごしください。それでは失礼いたします。JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容は、スキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。